感じがそれでは一日警察署長の委嘱をさせていただきたいと存じます。小山署長よろしくお願いいたします。私のふるさとである土浦市や、霞ヶ浦市、こんなにも多くの方々が防犯に携わっていらっしゃるということで大変頼もしく思いました。私も市民の安全を脅かす犯罪を投げ飛ばす気持ちで頑張ります。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっちのチラシも差し上げます。どうぞお願いします。気をつけてね。やはり生まれ育った町でこのような機会をいただいて非常にワクワクした気持ちで今日来ました。いろんな防犯に対してそういう意識を持って日々生活していただいて皆さん安全でより良い暮らしができるように、ぜひ一緒に、頑張っていってほしいなと思います。よろしくお願いします。新しいチームとしてスタートしてまだ日も浅いんですけど、自分のこれまでやってきたものっていうのを活かせる場であると思うし、ますますそのスポーツであったり柔道でいろんな方々に貢献できるように、頑張っていきたいなと思ってます。気をつけてね。おめでとう。あ、すごいね、これ。いいな。強くなるぞ。